事な話には気をつけてください。事故や違反にもちょこっと気をつけていただくようにお願いいたします。今日米子市のデパートで行われた特殊詐欺被害防止交通安全バレンタイン作戦、米子警察署の署員と地元の福祉施設ワレモ校の利用者など13人がチラシとともに福祉施設で作られたココアクッキーを買い物客に配りながら交通安全や特殊詐欺への注意を呼びかけていました。鳥取県内の去年1年間の特殊詐欺被害の件数は前の年に比べ23件多い74件、被害額もおよそ2億円増え3億3386万円と激増しています。甘い話には気をつけて、特殊詐欺に注意って書いてあるんで、食べながら噛み締めながら、はい、気をつけていきたいですね。被害に遭った方の多くは自分は引っかからないと思っていたと言われることが多いです。他人事だと思わずにお菓子には話には注意していただいて、自分事として、注意して生活していただきたいと思います。警察では不審に感じたらすぐに通報してほしいと被害防止を呼びかけています。